ごきげんよう、劇団コバヤシライトの店です。お疲れ様です。お疲れ様です。大変なんですよ。またロルバーンに殴り込んできたやつが来た。いや、ロルバーン英語サイトさん、あんたらだけの世界ちゃいますよみたいな感じの生意気なやつ来た。捕まえてきたわ。短いんだけど、こちらラボクリップミーツプランナーキーノート3ミリ方眼880円です。値段まで寄せてきた。ただ開ける前に感じるこの異様なね、この部分英語サイズよりこんな感じ、ちょい短っすね。なんならロルバーンの M サイズよりも若干短、短いというか細い。 A サイズの規格なんだけど横だけを細くしたスリムサイズになります。こちらをちょっと今日ね捕まえてきたんで、ちょっとレビューしていこうかなと。で、こんなフローチャートを作ってみた。で、私なりにロルバーン英語サイズと比べてどうかっていうのを評価してみたいと思う。開ける前に、最近俺ハマってんだよね、ゴールドリング。いいね、かっこよくない？ゴールドリング。やっぱロルバーン全部ゴールドになればいいのにっていうぐらい最近ゴールドハマってんだ。あ、で文字もゴールドだ。で、埋め込みのね、まあ正直これもない方がいいんだけどね、俺は。けどまあかっこいいかな、キーノートで英語だけだし。おっ、こっち系か。なんか思ってたのと違うね。ここは3ミリ方眼です。ちっせえな。やっぱ3ミリ方眼は私も小さいと思う。で、日付、タイトルで、インポータントリストって書いてるから、まあここのまとめみたいなのをここに書きましょうみたいな。こういうのがもう先にフォーマットであるんだ。で、3ミリなんですけど、ちっこいのはちっこいんだけど、わかるかな、なんかここにさ、罫線が1,2,3,4,5 5本ある。つまり6個に分けられた罫線がある。で、縦にも1個罫線がある。これ多分うまく使うと、例えばだけど分かりやすく書くと、例えばこういう風にコーネル式ノート術みたいなこととかの線が書けたり、あの無印良品に整うノートってあったのさ、縦にうっすら線があって箇条書きとかが書きやすいっていうのがあったのよ。あれみたいな使い方はできる。例えば、うわー、でもこれは3ミリ方眼小せえな。俺3ミリ方眼に入れれる自信ねえわ。ってなると2マスで使うけど、いや、こうなると6ミリってなるとでかいしな。この3ミリちょっと癖あるな。うん、だけどこの丸のおかげでこういう風に統一感が出るから、縦の線が書いてる時にこうずれたりってことがなくなるから、そういうところはいいかもしれないって感じ。まあでもどうかな、ここからは書きチェックだ。セットラ、あとはラインマーカー、ちょっとギュッとしとこわ。ギュッギュッギュッとかしてみよう。書くの、あ、いいね、書くのの書き味めっちゃいいわ。ちょっとソファーちょっと擦れたりとかしたじゃん、ツルツルしすぎて。ちょうどいい、あー、いいわ。で、サインペン、ちょっとギュッともしようか。ギュッギュッギュッ、どうなるかな。裏写り完璧じゃない？このラインマーカーのあのちょっと意地悪にした部分だけちょいにじんだけど、うわー、書くのまでほとんどにじまないの最強だわ。裏写りもしない、最高だと思います。これ面白いよ、ゴムの位置が違う。ロルバーンってさ、例えばこれだったらここじゃん、外からこう巻くじゃん、こうなんだよ、わかる？ここから巻いてんの、なんじゃこりゃ何の意味があるんだ。あー、そうかな、こうだな。外に出すとこの時に残るものが少ないんじゃない？これビロンってなるじゃん。だからロルバーン好きな人もこうやってなるの嫌だから、外す時にここにつけて隠しているの。そしたらここ気になるわけよ、ガタを。だけどこれはこうなってて、こっち側にするとほら、だるだるみがなくなるじゃん。ここの面積がこんだけになるから、まあ、最後のページまで、まあ、ここが気になるけど減るっていう良さはあるかもしれない。その良さ以外に今のところ良さは見つからない。こっち側にこれがあるのも、まあわかんないまあでもゴムの場所が違うっていうのはこれ発見だな。こういうのも好みの人もいるかもしれない。インデックス機能が初期搭載というかされてて、ね、ちょっとまあもう分かりづらいだろうから書いちゃうんだけど、ミシン目があるのだよ、ここに。こうやって取れるんだ。
だからなんだって言うのって思ったんでしょ。俺もわからん。ちょっと考えないかこれは。ただこのインデックスのところに、例えばだけどこういう風に黒くこのインデックスのところに塗っておくと、こうやってしたら黒い線が浮き上がるみたいな運用、これはよくあるんだけど、ミシン目がついてちぎれるのさ、これって何の意味があるんだろうね。一つ思ったのは、使うたびに同じ場所を切っていくじゃない。そしたら開けるときにこの隙間のところを開ければこうやって最新ページにアクセスができる。この使い方はまあわかる。それ以外のところはなんかそのホームページとか見てみたんだけど、でっていうものしかないのね。え、これちぎる意味ありますかみたいなのしかなくて。だけどこういう新しい機能ってさ、絶対何かを生むから、イノベーションを、きっと何か新しい発見があるはずなんだよ。とりあえず一つ見つけたのは、まあ僕あの暗記ノートの作り方って動画も出してるんですけど、暗記ノートとかに使うのはありかなと思った。で、復習するたびに7個あるから7回見直せるじゃん。見直したらちぎっていくってやって、本番までに何回も何回も読み込んでいくみたいな使い方はできるかもしれない。だから俺が今資格勉強とかしないんだけど、勉強ノートだったら俺これちょっと採用してみたいなっていうのはあるかもしれない。けどこれインデックス機能って言ってるから、インデックスとしてなんかこう場所で把握するためにっていうのがちょっと今僕まだ発見できてないんだよね。いやでも格好がいいじゃん、かっこいいじゃん、このシステム。ここがピリピリ破れるのって場所によって。だけどね、全くわかんない。なんか思いつく、工藤さん。例えばここだったらこの黒だけを残すと、要はスリムにしたいからはみ出ない線にしたいんじゃないですか。そういうことか。それは面白いやんだね。いやなんかそうじゃないかもしんないけど、あそれは、なるほど。ちょっと試してみっか。あの真ん中の方でちゃんとなるかどうか。一番上だけつけてんだな、この状態で。でしたら一番上だけだから、例えばここら辺でパラパラパラってやったらこういうことになるわけだみたいなってこと？絶妙だよ。いやまあでもなんかそうね、全部を同じルールでやっていけばってことか。うん、確かにそれこれありだね。全部やってったら1のとこだけ簡単にアクセスできるわ。で2のところは2のとことか、3のとこは3のとこでベラベラベラってなるわけだ。でこうしたらここがなんかガタ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 ってステゴザウルスみたいになるんだ、最終的に。そうね、だからインデックス使うなら残りのとこちぎるんだわ、こうやって。でその部分だけはめくっていくみたいな運用がいけるんだね。というわけで評価ですけど、ロルバン英語サイズをオール3にしました。で今からこのキーノートを僕が採点していって比べてみようと。はい、キーノートの採点できました。こうっすね、かっこよさ、まあこれはこれでかっこいいんですけど、まあ、ロルバーンにかっこいいと思ってる時点で引き分けかなと。値段もまあ値段ほぼ一緒ぐらいなんで、まあサイズの分だけね、原価安いやんと思ったらあれなんだけど、まあ引き分けでしょうと。で書きやすさとにじみ具合、ここはロルバーン勝ってると思います、間違いなく。うん、書きやすい、すごく滑らかでした。ただな、まあ、汎用性な、先にもうタイトルとかあれ書いちゃってるのが気に食わないね。別に使い方ができない、あの横向きにしたりとか、ちょっとそこマイナスポイントですね。であとアクセサリー、あのポケットがないから、本当はここ1にしたかったんですけど、まああのインデックス、我々はまあこう使うんかなぐらいしか思いつかなかったけど、もしかしたらこれむちゃくちゃ可能性広がって、このキーノート沼みたいな、キーノートの可能性追求する人が生まれるぐらい面白いシステムだと思うんで、1じゃないだろう、2ということでこんな評価です。でもこのキーノートさんは、僕は勉強とか仕事のタスク管理とか、そういうなんか自分の仕事を管理するために使うんだったら向いてるかなと思いました。ぜひねこれ使ってる人はどう使ってるかとか、こういう使い方どうだみたいなアイデアがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。でもしよろしければチャンネル登録、高評価、インターネットのシェアよろしくお願いします。